皆さんこんにちは。あなたのくるくるクールが今日もマリオメーカー遊んでいきたいと思います。まずはこちら、いいねランキングの難しい国内から新スピードラン、ダッシュキープのまま氷ブロックでジャンプ、ミナピー2さんでいいのかな。クリア率 9% のコースですね。早速遊んでいきましょう。ベストクリアタイムは22秒30秒のスピランコースになっているんでしょうか。さて今なぜか下でクールが吠えていますよ。氷でジャンプしてみた。氷の幅は割と広いんで、どこでジャンプしたらいいのかな。氷の最初のところか、それとも後の方でジャンプした方がいいのか。とりあえず氷の真ん中でジャンプしようと今やってます。ボム兵越えて、ここもジャンプ。おー、今ジャンプしなくてよかったね。氷がなかったですからね。そろそろクリアタイムなんじゃないの。あれまだかな。結構長いね。ショートカットルートがもしかしてあったんでしょうかね。あ、ジャンプできなかった。ちくしょうめー、これかっこ悪いぞ。クリアできなかったら。よいしょ、もっかい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 。ジャンプの位置がちょっとずれちゃってた。中間なかったから最初からやり直しか。これは結構大変だ。ジャンプするところが多分毎回みんな微妙に変わっちゃうと思うので、その辺の調整がこのコース作るのは難しかったでしょうね。よいしょ、氷の1マス目でジャンプするか、2マス目3マス目でジャンプするか、それによってねだいぶ違うと思うので。よいしょ、さっきは氷の先の方でジャンプしちゃってたらやられちゃってたんで、今回は真ん中でジャンプできるように頑張っていく。でもそれがちょっと難しい。よいしょ、この辺かな、この辺この辺、どうだい。やったー、最後キラーの方でにちょっと潰されちゃったような気もするけど、無事に逃げ切ることができました。やっぱりね、スピランっていうと Wii U のスピランが多いんですけど、こういうスピランもなかなか楽しいですよね。新スピードラン、ダッシュキープのまま氷ブロックでジャンプ、ミナピー2さんありがとうございます。ベストクリアタイム約半分ですね。やっぱりショートカットルートがあったのかな。はい、お次はこちらのコース遊んでいきたいと思います。火炎城からの脱出、ケンケンさん。クリア率は 6.95%、 ベストクリアタイム2分5秒。まあ、難易度難しいのこういうコースはね、作り込みがかなり凝っているコースが多くて楽しいんですよね。早速遊んでいきたいと思います。まずはアミーボをもらえるんですね。今結構危なかったけど、ファイヤー城、あと1個、あ、叩けなかった。微妙にジャンプ力が足りなかったかな。Pスイッチをして、この部屋の中でバブルから逃げ切れと、まあ、これだけ間があれば余裕かな。そろ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 、よーし、これアミーボかな。やったね。一応確認したけど同じアミーボか。そろそろ綾崎優ちゃんとか最近見ないから、また別のアミーボで遊びたいなとか思ったり思わなかったり、誰か作ってくんないかな、ゆうちゃんのコース。よいしょ、ゆうちゃんといえばかかしもんかなおさんですよね。あの二人どちらかお願いしてみようかな。これは多分急ぎや急ぎだ。よーし、こっちか。スターが入っているはず。パワーブロックを叩いてからの扉にお邪魔します。間に合った。ここは多少のゴリゴリで行かないと間に合わなかったのかな。バーブルを踏んで上に登っていくよ。よし、落ちていくよ。うん、こっからでも大丈夫だよね、いけるはず。オッケー、ここは脱げしてか。畜生め、やり直しはできるよね。オッケー、これた。パワーブロックを4つ叩けばいいのかな。2個、あ、しまった、そういうことか。あ、でもアミーボがいっぱいあって優しい。これで3つ、あと1個はどこにある。ここは安全地帯かな、多分上かな。こっちだこっち、きっとこっちだ。間に合ってくれ。4つで、最後はゴリゴリっとして扉にお邪魔します。ゴリゴリは正義ですよ。何ですかこのコース、モフさんのコースかな。よいしょ、モフさんリスペクトコースっていう感じがしますね。ヨッシー企画のモフさんのコースですね。先日、あーお、
はい、戻ってきました。今度はちゃんとやり方が分かったんでね、無駄なダメージは食らわないように気をつけていきましょう。アミーボも2つあるんでね、ちゃんとしたやり方さえ分かってしまえば楽勝ですよ。まあ一発も当たりませんよ、こんなの。どうだい、もうちょっとかな。さっき P スイッチでも取れなかったんだよな。てか P スイッチを取りに行こうとしてやられたと思う。よいしょ、これでいいのかな。はい、お邪魔しましょう。ゴリゴリっとね。ここはあのバブルに要注意と。 OK、 わかりました。まあ今まで散々モフさんのタイミングゲーをクリアしてきてるんでね、この辺りはもうゴリゴリっとしていきますよ。もうゴリゴリ前提。ここは上に登っていけばいいのかな。でどこかで鍵を取ってくると、あ、もう当たった。よいしょ。クッパの炎やその他いろんな炎に気をつけて回収していきましょう。あぶね。よいしょ、こっちの方がいいかな。アミーボ、アミーボ、オッケー。これで3枚ゴリゴリっとして、よいしょ、危ない。最後に下に残ったアミーボで栄養補給。これでカケツギの扉にお邪魔します。今度は一点変わって、あれか、クッパー様も食べたら出すものを出すんですよ。やってゴール、イエーイ。いや結構難しかったわ。一つ一つの難易度はそこまで高くないと思うんですけれども、それがたくさんあるんでね、どこかでミスってしまうことがあるので、一発切りやっていうのはなかなか難しいかもしれないんですけど、マリオメーカー慣れてきたぐらいのレベルの人だったら十分楽しめるコースになっていたと思います。ありがとうございました。はい、お待たせいたしました。次は、最後はこちら。6月23までやらない。多分この動画を流す日が6月23日になると思うんで、ちょうど復活される日なんでしょうかね。走り続けるギリギリ30秒スピードラン。ベストクリア14秒、クリア率 2%。こちらのコースを遊んで今日は終わりにしたいと思います。見事に6月23日で被りましたね。まずは上かな？よいしょ。あー、了解了解了解。パウは早めに投げちゃおう。これはん？なんで当たっちゃうんだ？わかった。ドスチャルの配置のせいで、微妙なズレが発生してる。よいしょ。いい、サンガリアじゃなかったか。こっちでいいのかな？あ、上だったし。道がわかんなかった。これ間に合うか？こっちか。普通の扉に入っていって、2周目、2周目。今回は目印がちゃんと出てるんでわかりやすい。よいしょ。あーし、失敗したー。ここもう一マス助走の場所が欲しいな。このコース一番難しいのはここですね。やっぱりここはくるくるくるは諦めて、しゃがみくるりんジャンプで行くのが安定かな。2周目、2周目の方が楽なんだけども、1周目をクリアしちゃってるというこの気負いがあるんで、よいしょ、大丈夫かな。2周目もパワーブロックを取って、ブラックパックを倒して、あとは駆けつけの扉に入るだけ。残り時間2秒、これはもらった。ゴール、マリオタイム。いやー結構難しかった。6、7回やられたかもしれない。走り続けるギリギリ30秒スピードラン、6月23日までやらないさん、復帰おめでとうございます。復帰されたかな。それでは今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回のマリオメーカーでお会いいたしましょう。チャンネル登録皆さんぜひよろしくお願いいたします。それでは次回はあなたのコースにくるくるくる、バイバーイ。